ちゃこんにちは、はい、豊さん、年々年を重ねると年取ったな例えば、はい、2年前、3年前、4年前、5年前のことって覚えてます？そらお前、ボケ老人に扱いするんじゃない違う違う違うそらある程度は覚えてるよ、ね、あ覚えてますか、はい、じゃあ例えば5年前、はい、2018年ですね、今2023年で、はい、例えば12チームの全部の監督って言えます？2018年の時の2018年、はい、まずどこ？まずセ・リーグ、はい、広島、健次郎でしょ？違います。尾形？そうです、尾形さん、はい、阪神、阪神は和田矢野金本だね、金本さんです。金本、はい、まだ1個も当たってませんね。そうだね。 DeNA は、うん、ラミです。ラミちゃん、そうです、はい、巨人、吉野、そうです、吉野さん、はい、中日、森さん、そうです、森さんです、はい、ヤクルト、ヤクルトは真中、違います。違った、小川さんか。小川さんです、はい、そうです。おお、いいですね、順調に来てます、はい、パ・リーグ、はい、ソフトバンク、そう、工藤でしょ、工藤さん、そうです、はい、西武、西武、はい、辻の前って誰だ、辻か、そうです、はい、辻さんです。楽天、楽天、はい、梨田さん、梨田さんです、はい、オリックス、オリックスはあいつ、あいつってあの西村、違います。え、違う、はい、森脇、違います。え、この方に、江戸川さん忘れちゃった、絶対ね。そうですよ。あ、福良か。福良さんです。福良監督やったんだ、あいつ。はい、ひどい、はい、はい、日本ハム、日本ハム、あ、栗山、栗山さん、はい、最後ロッテ、ロッテは、井口、うん、そうです、あ、はい、あ、当たってるよ、ね、8割方当たってますね。そうでしょ、あ、覚えてる、はい、そうなんですね、覚えてるもん、はい、覚えてます。でも、はい、そこから5年経って、はい、今この監督に12チームなってるっていうのは想像はしてました、はい、あ、ちょっと想像外だったな。想像外の人もたくさんいるな。例えばまた岡田監督が現場に戻るとか。そうだね、はい、新井さんになるとか。新井はどこかのタイミングで、はい、黒田が先かなと思ったんだけど、あ、でも新井行っちゃったよね。そうですね、まあ、黒田が断ったのかもわかんないけど、うん、だけど、まあ、新井は広島に戻った瞬間に、はい、あ、将来的な監督っていうのはあるだろうなと思って、うん、あとはまた原監督が復帰するっていうのは5年前、まあ、あったあった、あ、それはもう想像はあったんですね。そうそう、想像はあった。今5年後経って意外っていうところはそんなにないですか？意外だったのは、まあ、新庄さんはそうか、まあ、新庄も意外だったし、はい、石井もそうだし、吉井もそうだし、はい、中島もそうかな、オリックスの、はい、あと藤本監督、あ、そうですね、ソフトバンクの、うん、はい、まあ、松井和夫はね、路線で、うん、まあ、なってくるかなと思ったけど、はい、まあ、大輔も、あ、早打ちになっちゃったなっていう。でも一応、まあ、まあ一応あの路線というか、うん、まあ、そういうのは引かれたから、うん、まあ、やるだろうなと思ってたけど、立浪さんも、まあ、立浪も、まあ、どっかのタイミングでっていうのは絶対あったから、はい、やるだろうなと思ってたよ、うんうん、まあ、高津監督、あ、高津君です。ああ、じゃあやっぱり想像してた監督も中にはいるっていうことですね。あるある。ということで、うん、豊さん、今日はじゃあここから5年後、はい、12チームの監督一体誰がやってるんだろうというのを大予想していただきます。これ予想したら、まあ、俺が70歳になってるから、まあ、5年後って言ったら、そしたらもう検証を70歳でしなきゃいや、そうです。だから5年後も70歳でも YouTube やってるという点です。やるよ。やりますよね。死ぬまでやるから。間際までやるんですか、ね、いや、死に際はお前カメラ回せようってスタッフに言ってさよならみたいな。ポテト。ポテト。そうそうそう。スタッフが先に死ぬかもわからないし、ね。ユダさんずっと生きてね。そうそう。そうですよね。あいつまだ生きてるよみたいな。もう100超えたよってなるかもしれないです。そうそうそう。この結果は5年後に答え合わせなんですが、はい、そうね、じゃあセリーグから、はい、行きたいと思います。はい、セリーグ、じゃあ今トップの阪神からいきましょうか。阪神か、はい、ああ、そうか、はい、岡田監督はね、今年就任1年目ですけど、はい、5年ってなるとどうなんですか？5年後って言ったら俺今岡がなってるかなと思う。え、鳥谷さんではなく、うん、今岡か。それはなんでですか、今岡さん。今岡か藤川球児か、どっちかな。ということは1回誰かを挟んでの5年後になってるってことですか？いや、だから岡田監督の後に就任した人が5年後もやってるという、それが今岡さんか藤川球児かなと。私鳥谷さんかなとは思ったんですけど、ちょっと違う、ちょっと違う、うん、ちょっと違うかなと。どっちにします？何が？今岡さんと藤川球児さん。で、まあ、対面的には藤川だな。ああ、藤川球児さん、うん、まあ、解説でもね、すごい分かりやすい解説をされてますし、そうだね、誰か、だから藤川がやる気があるんだったら、え、じゃあ藤川さんだったら隣ヘッド誰を置きます？
そこまでお前監督も難しいのにお前ヘッドコーチ、いやほら仲いい人、いやまあ仲いい人な、誰だろうね、誰ですか、ね、いやな、藤川と仲いい人って誰か分からん、あそっか、 それちょっと難しいですね、そうそうそう、広島あれ、え引き続きまだ、まあ、俺は長期政権でいいと思う、あの人柄は、まあそうですね、うん、やっぱりこう広島に合ってるしさ、うん、それとやっぱり選手と一緒にバカになれる、うん、これはやっぱりね素敵なことだよ、そうですね、うん、あのね生実家ね小利口な人じゃない方がいい、うん、監督はねの方が長く政権は続くと思う、うん、じゃあ黒田さんはまだその後になってる、黒田やる必要もないんじゃないやる必要もない、もういややる必要がないっていうか、黒田はもう別の道っていうかさ、うん、そんな感じがするんだけどね、もうなんか勝負の世界に入ってっていうような、うん、そんな感じでもないような気がするけどね、うん、まあ新井がもう僕しんどいですと、うん、辞めた時には投入はあるかもなんだけど、はい、一回やろうかなっていうようなことはあるかもわからないけども、俺はなんか新井は長期政権でいいと思う、おお、じゃあ5年後も新井監督が監督をされる、そう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 、 DeNA、 藤田、ああ、うん、豊さんね、うん、常々言ってますもんね、新井はやっぱり人間的にもいいし、俺は藤田がやってるような気がするよ、今の中でコーチとかが監督になってるってことではなくて、今年で多分藤田は引退して、はい、そういう勉強をし始めると思う、一旦外に出て、一旦外に出るか中でね、あ、うん、まあ、ファームの監督かやるかもわからないし、はい、監督じゃなくても、まあ、ファームのヘッドとか一軍の、まあ、守備走塁コーチでもいいし、うん、まあ、やらせながら、まあ、あの子は多分監督としていいと思う、まあ、結構じゃあ若い監督っていうことにはなりますよね、まあ、若い人好きだからな DeNA は、あ、うん、そっかそっか、巨人です、さあ巨人、由伸、あ帰ってきますか、もう一回、うん、もう一回やらせてあげなきゃかわいそうだよ、うんうん、そうです、ね、だから吉野部ってさもう本当に人がいない、うん、だからユニフォームを引っ張らして、そうで監督をやった、はい、でやっぱりいきなりはねなかなかやっぱ難しかったと思うよ、はい、でもやっとって言った時にやっぱこのままじゃチームがっていうことで一回退いたでしょ、はい、だからやっぱもう一回チャンスは与えると思うんだよね、あ、だから吉野部がやっててほしいなと思う、今ね安倍さんももちろん中に入ってます、ね、だからまあ監督がやって新之助がやって吉野部さん、うん、の1年目ぐらいで、ああ、その流れですね、うん、多分その流れだと何だダメか、いいと思います、いい、あくまでね想像なんで、うん、ヤクルト、ヤクルト、うん、まあ、ヤクルトは青木か石川、うん、どっちを先にやらすかだよね、どっちにしてもこの、まあ、青木の方が先かなとは思うけど、はどっちにしてもいつかは監督になる選手なんですね、いやいや、うん、あで、まあ、そこら辺がうまくいかなかったのマナガなんでワンクッションでマナガさんを、いやいや、そこら辺がもうちょっともうちょっと外で勉強させてくださいよって2人が言っちゃったら、そんな、まあ、マナガ君お前やマナガさんマナガ俺評価高いからマナガの評価高いマナガさんは何にでも呼んだら来るみたいな、あいつはボートレースでも呼ばれたら来るからね一緒にやったけどやりそうですもう本当にあいつの人間性はやっぱ監督として人に嫌われないし、はい、いいよヤクルトに本当に向いてるそうですね、ヤクルトのために生まれてきたんじゃないかと思うぐらいだちょっとすいませんちょっと待って、いや、ヤクルトみたいな体してるから、ね、してないです、ヤクルトみたいな体って大体何なんですか、見る目ですか、いや、なんかズーンとこういや、本当じゃあ、真中さんワンクッションあるかもしれないけど、まあ、まあ、青木か石川がやってるかなってやっててほしいなと思う、ね、まあ、OB としてはね、宮本さんもいたりとかいろんな選手いますけれども、うん、まあ、もう5年後になってくると、うん、もうその宮本とかの年ではないかなと思う、ね、もう入れ替わりです ね、世代も中立、中立な、はい、5年後ブリンソン、外人の監督連れて、ブリンソンって誰か分かんないけどありそうな名前言っただけでそうだよブリンソンでも、ね、それは嘘で、あのベンちゃん、和田さん、はい、今コーチですけど、ベンちゃんが立つの後を継ぐかなっていうような感じがする、これはやっぱり人柄、うん、
立浪がこうチームをね今一生懸命変えようとしていろいろやってて、それでまあそれを引き継ぐのはやっぱ側近で見てるベンちゃんがいいのかなと思うし、人柄とか考えるとね、まあ立浪も自分の次だったらベンちゃんっていう風になったら納得すると思う。あ、ベンちゃんだったら任せて大丈夫。やっぱチームにやっぱ立浪は愛情あるからさ、やっぱそんな変な人には渡したくないと思うんだよ。でもベンちゃんだったら俺は納得してあとは頼んだぞってバトンタッチできるかなとは思うけどね。例えば、まあ、井端さんだったり、井端さん今アンダーの監督やってたりとか、まあ、荒木さんもコーチだ。井端はジャイアンツのユニフォーム着てるから、吉野部の下で。あ、そっち行っちゃうそっちに行っちゃう多分そっか、そこも込みなんですね。わかりました。パリーグオリックス、オリックスな、はい、中島監督がやる前はバラッバラだったからさ、あのチームっていう。で中島監督みたいな OB が来て、はい、他の球団を見てきて苦労人がやったからこうなんか一つにまとまったみたいな。でヘッドの据え方もいいよね、はい、あの人もね。だからそういった人脈を持ってる人っていう風に、まあ、考えた方がいいんだよね。となるとわかんないんだけどまあちょっとこれは後回しにして、OK、はいはい、ロッテ、ロッテ、福浦、うん、ああ、はい、ミスターロッテ、ロッテ、うん、まあ出身も習志野ということでね、はい、もう千葉に精通してるという、うん、だからまあ福浦が自然かなと思う、ね、そうですね、うん、そこはなんか色なさそうですね、うんうん、ソフトバンクです。ソフトバンクな、城島、はい、城島がやっと本腰入れるかなって野球に釣りばっかりだから釣りばっかりだから本腰、そうなんですよね。だから城島かな、城島がいいかなと思うよね。国母さんは、国母は上をコーチとしてね経験したけど、うん、まあ下行って藤本監督の時もお呼びがかからないという、うん、まあ、それ考えるとやっぱり城島がいいのかなと思うけどね。またもう一回工藤さんが戻ってくるってことはなさそう。はもうないんじゃない。あ、一定期間もずっとやりつつだっていうところもあるし、ね、うん、おー、わかりました。楽天はね、今井、あ、今井さん、はい、ロッテから行った、うん、これは人柄もいいしね、今井なんかいいのかなって思うけどね。ただ楽天だけは全く分かんないんですよ。分からないけど、はい、多分そのぐらいの路線を引いた方がいいのかなと、うん、ただまあ石井さんの今の監督も楽天にはいなかったし、まあ、なかったしその当時っていう、うん、だからなんかいろんなところから来るのかなとか思ってみたりとか。まあでもやっぱ中にね入ってファームも経験し、うん、で今一軍にいてみたいな、そういうね、上も下も分かってるようなそういう人がなった方がいいのかなっていうのは思う。あ、じゃあ今谷さん、うん、はい、西武です。西武は平石、あ、平石さん、はい、うん、和夫をね、うんうん、サポートしていろんなプロもしてるし、はい、でまあ監督の経験もあるし、ね、他球団の経験もあるし、ソフトバンク行って帰ってきてみたいな。で和夫がバトンタッチするのは平石がいいのかなっていうふうに思うけどね。松坂さんとかではまあない。松坂もあるけどね、早いですか、うん、だから俺はこれからの主流っていうのはいきなり監督っていうよりも中に入ってやっぱある程度分かってくれてる人の方が球団も扱いやすいと思うんで、うん、まあ GM 制もね全部こうほとんど引いてるし、はい、やっぱ GM の力もそこにないといけないし、うん、だから松坂が入ってきてもいいけど、一旦ピッチングコーチ兼任のヘッドコーチとかやらしておいて、はい、平石の後にやった方が俺は失敗が少ないと思うんだよね。そうです。だから松坂が失敗許されないでしょ、うん、あれだけのスターになるとね、はい、だからまあ確かにスターをコーチにしてっていうのだったら原監督ぐらいが呼んできて教え込んでっていうね、はい、だから長嶋さんが原を呼んで、うん、ね、英才教育をし大監督に育てたっていうような、まあ、そういう図式。じゃあ平石で大丈夫かって、でも平石ってすごく経験もあるし、はい、賢い子だから、うん、いいのかなってワンクッション置くのもね。なるほど、はい、さあ最後日本ハムです。70だぞ確かに70だぞ70、それは無理でしょ。68ぐらいで陽性が来るんですよ豊さんのところに。もうヘロヘロですよ冬は暖かいところに行きたいとか言ってくる。そうそう、いや稲葉でしょ。ああ稲葉さん今 GM されてますけれども、うん、やっぱりこうオリンピックで優勝してね、はい、その後 GM に入って、うん、でやっぱり外からも内からも、うん、いろんな勉強をしてると思うし、はい、やっぱ勝負をしなきゃいけない年になってるよね、うん、
例えば今の選手たちが5年後って言ったらもう油乗り切ってギトギトだよお前もう焼肉だったら一瞬にして焼けるみたいなジュワーですよね。そう脂身乗ってだからやっぱ勝負できる監督、まあ、そうなってくるとやっぱり稲葉の人柄とかね、はい、考えるといいのかなって思う。で稲葉さんが、まあ、いろんなヘッドだったりとかコーチ陣を置いていくああもちろんそうだね。栗山さんってことはないですか。栗山はもうやんないでしょ、まあ、年齢的に5年後だと思う、しんどいぞお前。いやこっから一歳一歳がしんどいから岡田監督も今年死ぬにしまった。岡田監督顔が変わっちゃったじゃないよお前もう変わっちゃった。しんどくてしんどいと思うよだいぶあ、まあ、そうなんだ。でも監督ってさ、はい、ノック打ったりとかいろいろしない、まあ、思考の勝負だからね、はい、だからいくつになってもできるとは思うけども、うん、でもやっぱピッチングコーチは立山だよ。そこはもう変わらずなんですね。変わらあと金村が入ってくるの悟る。あの子は優秀だよった、うんうん、だから入ってくる可能性もある、うん、立山とか金村、うん、これはピッチングスタッフとしては優秀だよ、うん、もし豊さんが日本ハムの監督で招集されたらやっぱ真中さんも来ますか。真中来いヤクルトから引っ張って真中来いいいな。なんかその2人のツーショットを見てみたいですね。ベンチからこう抜かれてる真中とコンビなんか組みたいなと思って、うん、いやいいコンビだと思いますけどね2人でホーマンコンビいや豊とミツルでしょあそっちそうホーマンコンビなんかしれっともホーマンだからだから、ま、真中は12球団対応できるからうそうですよね。あいつは大丈夫どこ行ってもなんかねいい雰囲気かもしれないそうですけどボートのメインキャスターで、うん俺がなんかこうサブかなんかでいてもうそれいいと思うんだけど、ね、もう2人ニコイチで売り出してみたいな。ニコイチで売り出したいんだよホーマンコンビそうですよね。どなたかねお仕事あればホーマンコンビでちょっとねふくよっかで夏は暑いかもしれません。そうそうそうだからこの体重を維持しなきゃいけないからね2人とも痩せダメですよそう痩せたら健康的には絶対なっちゃダメなっちゃいけないんで不健康なホーマンコンビホーマンコンビでそうそうそう。そうですね。いつかねホーマンコンビが5年後どっかね球団ありましたらぜひ行きますので、はい、あそうだオリックスヘッドコーチやられてる水本、はい、この人がやっぱ人望があるんじゃないかなと思って選手から、はい、で中島監督が休養した時あったでしょ今年、はい、あの時でも全然勝ってたからね、うん、やっぱそれなりの選手からの慕われ方っていうのがあると思うんだよ。だからその人が中島監督から受け継いでやってるかなっていうような感じがするんだよ。じゃあそのままあの強いオリックスを引き継いでいくっていう、うん、福良ってあんまり派手さを好まないからね。あ福良さんですか GM は、はい、やっぱそれなりのしっかりした人っていうか、うん、そこまでやっぱこう福良はよく見てるから、うん、だからそうしていくかなっていうふうに思うよね。あじゃあ引き継いでヘッドからそのまま、うん、なんかそんな感じがする、うん、おー俺でもいいんだけどねいや俺でもいいんだけど、ね、豊さんが監督で福良は GM でいい。あそのまま GM で文句言えるところがあった。あそうかで豊さん監督でもちろんホーマンコンビでってことですよね。ホーマンコンビ連れてきたよね2人のオリックスのユニフォーム着てるんですか。いいじゃないですか。そうユニフォーム似合わないよ多分オリックスの。オリックスなんかシュッとした選手、まあ、スタイルいいぞあそこの選手は。いやみんなそうですよね。そんなんが来たらお前いいじゃないですかいいですよいいですよ、うん、いやね、まあ、5年後に答えますけど。ホーマンコンビは別にユニフォームを一緒に着るとかじゃなくてお仕事で、私服でニコイチでニコイチでね、はい、じゃあ答え合わせはね5年後70歳の時にということで言うたから。そうだな、はい、長生きしないとなですよはい。